ライナー・マリア・リルケ、ライナー・マリア・リルケ、1875年12月4日から1926年12月29日は、オーストリアの詩人、作家、ステファン・エオルゲ、フーゴ・フォン・ホーフマン・スタールと共に時代を代表する、ドツ語詩人として知られる。プラハに生まれ、プラハ大学、ミュンヘン大学などに学び、早くから詩を発表し始める。 当初は甘美な戦立を持つ恋愛女上司を発表していたが、ロシアへの旅行における精神的な経験を経て、カタチ詞集、児童シ集で独自の言語表現へと歩み出した。1902年より、オーギュストロダンとの交流を通じて、彼の芸術観に深い感銘を受け、その影響から言語を通じて、手探りで対象に迫ろうとする、自物詩を収めた新詞集を発表、それとともに、 パリでの生活をもとに、都会小説の先駆、マルテの手記を執筆する。第一次大戦を苦悩のうちに過ごした後、スイスに今日移し、ここで、バレリーの死に親しみながら、晩年の大作、ドゥイノの日か、オルフォイスへのソネットを完成させた。ロダンロンのほか、自身の芸術観や美術への造形を示す、多数の書簡もよく知られている。オーストリアイコール。 ハンガリー帝国領プラハに、ルネ、カール・ビルヘルム・ヨーハン・ヨーゼフ・マリア・リルケ、として生まれる。父、ヨーゼフ・リルケは軍人であり、性格の面でも、軍人向きの人物だったが、病気のために退職した後プラハの鉄道会社に、勤めていた。母・ゾフィー、フィアと呼ばれていたユミ密顧問官の娘でありユダヤ系の出事であった。二人は結婚後間もなく、女児を設けたが早くに亡くなり、 その後一人息子のルネが生まれた。彼が生まれる頃には、両親の中はすでに冷え切っており、ルネが9歳の時母は、父のもとを去っている。母ゾフィーは娘を絶望していたことからリルケを5歳まで、女の子として育てるなどし、その奇抜で、虚栄的な振る舞いや、無双的で神経質な人柄によって、リルケの生と人格に複雑な陰影を落とすことになる。 母に対するリルケの屈折した心情は、後ルーアンドレアス・ザロメや、エレンイに宛てた手紙などに記されている。リルケは、父の実直な人柄を好んだが、しかし父の意向で、軍人向けの学校に入れられたことは、重い心身の負担となった。1886年に10歳のリルケは、ザンクトペルテンの陸軍幼年学校に入学したが、周囲に溶け込めず、早くから試作を始めた。 1890年にバイスキルヒエンの士官学校に進学したが、1891年6月についに病弱を理由に中途退学し、9月にリンツの商業学校に入学した。しかし、商業学校もリルケの性に合わず、恋愛事件を起こしたこともあり1年足らずで退学してしまう。この出来はリルケに軍人になる期待をかけていた父を失望させた。 一方、1891年には、ウィーンの、ダス・インテレサント・ブラッド氏に、検証を応募した詩が掲載され、翌年より、各誌に、誌の発表を始めている。プラハに戻ったリルケは、大学進学を目指すことになり、貴族の称号を持つ富豪であったおじ、ヤロスラフ・リルケの援助を受けて、プラハのエシュタットのギムナジウムの特別調校生となった。すでに17歳になっていたリルケは、 叔父の計らいで個人授業を受けることができ、ギムナジウムの全コース8年分を3年でやり遂げ優秀な成績で卒業した。このギムナジウム時代にリルケは母の妹の紹介で知り合ったバリー、ダーフィとローエンフェルト・バレリーという年上の女性と恋に、落ち3年の交際期間の間に彼女のために多くの死をいた。 これらの詩は1894年に刊行された諸女詩集、命と歌として結実した。1895年よりリルケは、プラハ大学、ついでミュンヘン大学で文学、美術、哲学などを学び、その傍らしや三文を多数執筆した。初期の詩作品は、自らの感情を詩編に乗せて歌う指さによって特徴付けられ、 その頃流星してきていた有限とシティールとを一にしていると見る向きもあるカール・ユージン・ウェップ・リルケと有限とシティール・伊藤行きを加藤博史は役芸術、出版1980年南ドイツの文化の中心であったミューンヘンでは他の作家、詩人と積極的に交流を持ちリーリエン・クローンやデーメル、ゲオルゲなどと知り合いまたヤーコップ・バッサーマンを通して デンマークの詩人、ヤコブセンの作品を知り大きな影響を受けた。またバッサーマンからはツルゲーネフを読むことを勧められ、ロシア文学への興味のきっかけとなった。1897年には終生にわたって影響を受けた女性著述家ルー、アンドレアス・ザロメと知り合い。10月にザロメ夫妻の後を追って、ベルリンに移り、夫妻の近くの住居に住み、ベルリン大学に学んだ。 またこの頃に、ライナーマリアリルケに改名している。1899年4月、リルジュが本来の意味における私の最初の本とイ連ンに、語った詩集、我がための祝いを出版する。この詩集は1909年に、旧詩集として多くの改定が施された上で再刊された。リジュは、ミュンヘン時代すでに一定の文明を得ていたが、これまで、 若さに任せて八木早に模倣的な恋愛詩を多数描いたことを悔やみ、旧詩集以前の初期の詩集は生前に再刊を許さなかった。この年の4月下旬から6月の中旬にかけて、リルケはザロメフ祭の案内でロシア旅行を行った。ロシアでは多くの芸術家と交流を持ち、ことにモスクワで71歳のトルストイを訪れその人となりに、 大きな感銘を受けている。1900年にも5月上旬から8月下旬にかけて再びザロメと共にロシアを訪れた。二度のロシア旅行はリルケの精神生活に深い影響を与えることになり、また人々の素朴な信仰心に根ざした生活に触れた経験は神様の話や自投集を生む契機の一つとなった。ロシア旅行に先立つ年にリルケは イタリア旅行を行ったが、この時フィレンツェで青年画家、ハイン・リヒ・フォーゲラーと知り合い親交を結んだ。フォーゲラーは北ドイツのヘキソン、ボルプス・ベーデに住んでおり、リルケは1900年8月に彼の招きを受けてこの地に滞在し、フォーゲラーや画家の夫をモーダーゾーン、女性画家パウラ・ベッカー、のちにモーダー・ゾッツ・ンと結婚など若い芸術家と交流を持った。 1901年4月、リルケは彼らのうちの一人であった、女性彫刻家、クララ・ベストホフと結婚し、ボルプスベーデの隣村であるベストベーデに、わらぶきの農家を構えた。1901年12月には一人娘であるルートが生まれるが、しかし間もなく、父からの援助が断ち切られることになり、生活難がリルケを襲った。クララーで死を取って、彫刻の教授をはじめ、 リルケも知人に仕事の圧旋を頼み、画家評論、ボルプスベーデとロダンロン執筆の仕事を得た。やがてベスターベーデでの生活は解散を余儀なくされ、1902年8月にリルケはロダンロン執筆のためパリに渡り、9月に初めてオーギストロダンに会った。また妻クララも娘を自分の実家に預けてパリに渡り、ロダンに指示したが、 しかし貧しさのため夫妻は同居することができず、それぞれ別々に仕事をしながら、日曜にだけ会うという生活であった。夫妻が安定した結婚生活を送ることができたのは、新婚当時の1年と数ヶ月に過ぎず、これ以後リルケがヨーロッパ各地を転々としたことから、一家は離散状態となった。リュケは、図書考えをして、ロダン論の執筆を進めながら親しくロダンのアトリエに通い、 彼の孤独な生活と芸術観に深い影響を受けた。ことに、ロダンの対象への肉薄と職人的な手仕事とは、リルケに鮮白な叙情を捨てさせ、自物史をはじめとする、対象を言葉によって内側から形作ろうとする、作風に向かわせた。またリルケが直面した、パリの現実と深い孤独も、その史風と芸術や人生に対する態度を転換する、大きな契機となった。 その末にたどり着いた成果が1907年の新詩集である。またこの転換を端的に示すものとして、どんなに恐ろしい現実であっても、僕はその現実のためにどんな夢をも捨ててくいないだろう、というリルケの言葉が残っている。リルケは一時ロダンの施設秘書になり、各地でロダンについての公園旅行なども行っており、その後誤解が元で不和となったものの、 リルケのローダンに対する尊敬は修正変わることがなかった。以降もリルケは、ポール・セザンヌや、シャルル・ゴードレールなどに傾倒しながら、自身の芸術を深めていき、1910年1月末に、パリでの自身の生活を題材にして6年の歳月をかけた小説、マルテの手を完成させた。この仕事が終わったら死んでもいいと語るほどこの小説に、 勢力を注いでいたリルケは一種の虚脱状態に、陥り、完成後しばらくは、祭祀の住むベルリンで過ごした。1910年4月にリルケは、イタリア旅行を行い、マリーフォントゥルンウントーエンローへ公爵夫人の、招きを受けて、アドリア海に臨む古城であるドゥイノの館に滞在した。ここで、哲学者、ルドルフ・カスナーと知り合い、彼の仲介で、 アンドレジットと友信シを結んだ。リルケは1914年までこの館に4度滞在しており、そこで新たな霊感を得て1912年から、連死、ドゥイノの日下の執筆を始めた。しかし、第一次世界大戦を挟む中断を余儀なくされ、完成を見るのは10年も後のことになった。その間リルケは、アフリカ旅行を行って、アルジェ、エジプトを訪れ、 またイグナシをスローアガへの興味と彼を通じて知ったエルグレコへの系統からスペイン旅行も行っている。これらの旅行によってリルケの視野は地中海地域全体にまで広がった。1914年1月、リルケは文通を通して武蔵に門下の女性ピアニストであるマクダフォン・ハッテンベルクと知り合った。2月にベルリンで対面した二人は次第に深い恋愛関係に陥り、 ミュンヘン、インスブルックなどに滞在した後パリで1月ほど生活を共にした。リルケは結婚まで考えていたが、リルケの妻子を思ったマグダが身を引いたため、7月にはこの恋愛は破局に終わった。1914年7月28日に第一次世界大戦が起こるとライプツヒを訪れていたリルケはパリに財産を置いたままフランスに戻ることができなくなりやむなく、 ミュンヘンに滞在した。しかしこの間に、パリに置いた蔵書や書簡、原稿のすべてが、適正財産として、競売にかけられ散逸してしまう。ステファンツバイクを通じて、この事実を知ったローマン・ローラン、アンドレ・ジッドは、敵国の友人のために尽力したものの墓ばかしい、成果は得られず、この時のリルケの総行類は永久に失われたままとなった。 1914年12月にはリルケにも召集が、かかりウィーンの部隊に配属され、訓練を受けた後文書家に回されたが、理解ある上司に恵まれ抑散的な文章を書く、仕事は免れた。その後多くの著名人から陸軍省及び国防省に請願がなされ、これが承認される形で1916年6月にリルケは召集を解かれた。しかし、 平役の辛い体験はやがて不安や苦しみ、虚無などの概念となって、リルケの作品に現れるようになる。またこの頃には、トラークルやヘルダーリン、クロプシュトックなどに関心を抱いていた。1919年、リルケは招きを受けて、スイスへ行き、各地を転々としながら創作の場を探していたが、1921年に、友人の援助でミュゾットの古い館を借りられることに、 なり、女性画家、バラビーヌ・クロソース家、愛称、メルリーヌと共に、ここに移り住んだ。また同年、ポール・バレリーの詩に出会って、彼の詩の翻訳を試み、これは、ルイノのヒカを完成させるにあたり大きな力となった。翌年二月、ヒカを一気に完成させ、その前後に、オルフォイスへのソネットの前編も成立した。切迫した自由率によって、内面的空間としての世界を歌った。 ドゥイノの日カと、万物とその万物あらゆるものに転変する神、オルフォイス、オルペウスを称える、詩編軍、オルフォイスへの備えは、リルケ晩年の大きな達成であった。晩年のリルケは、バレリーの翻訳に精神を傾け、1924年には、バレリーがリルケを訪ねている、また、フランス語による試作も行っていたが、1923年より、健康状態が悪化し、 バルモンのサナリウムに入院するようになった。1926年10月、バラの棘に刺された傷がもとで、急性白血病の兆候が生じサナトリウムに入院。同年12月29日に、白血病により51歳で死去した。遺言によって墓姫に指定された以下の死は、やって来い、私の認める、で始まる未完の遺向とともに、晩年の死境を表すものとして名高い。 ローズ、オーライナービダーショプルック、ラスト、ニーマンズ・シュラーフズ・セーン・タ・ーソビエル・リーダーン。バラよ、お、お純粋なる矛盾、BR それだけ多くのまぶたの下に、誰の眠りも宿さぬことの BR 喜びよ。リルケはよく手紙を書いたことでも知られ、知人や文学者、出版社、パトロンなどに宛てた、膨大な数の手紙が刊行されている。中でも、 セザンヌの海外への感銘を綴った妻クララへの一連の手紙、セザンヌ書簡や詩人志望の青年、フランツ・カプスからの手紙に答えて、文通の始まった若き詩人への手紙、子供との二人暮らしを支えるために働きながら、リルケの詩を読んでいた女性リザ・ハイゼとの文通の修正である若き女性への手紙は、リルケの誠実な返答や芸術についての鋭い、 考察などによってよく知られている。1901年にパリに出たリルケは、リュクサンブール博物館で、葛飾北斎や鈴木春信の浮世絵を見、また、コンクールの浮世絵研究、北斎に触れて深い感銘を受けている。1904年に、スウェーデン旅行を行った際には、その途上のデュッセルドルフで、北斎や北川歌マロ、鳥居清長らの浮世絵を研究し、スウェーデンには、 北斎の漫画を携えていった。1907年の新州別館には北斎を主題にした地、山が収録されている。また1920年にフランスの文芸誌、新フランス評論で日本の俳句が特集されるとリルケは、この独特の詩形に興味をも、俳句と題するフランス語による産業史を3度制作している。日本においてリルケはまず森外によって、 断片的に訳されたの父の少デリルケ師匠、1927年によって本格的に紹介され、とりわけ、堀勝を、立原道蔵、伊藤志空、四季派の詩人に影響を与えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。